どうもこんばんは、ナイキナイ岡村です。矢部です。もう触れないでいいですよね。何よ何よ、何今こうなんかざわざわしてるじゃないですか。いろいろと、ああ、ね、まあざわ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 してますけど、触れてもいいんじゃないですか。いや、いいんですけど、なんかもう、うん、逆に触れたら、うん、ちょっとなんかどうなんやろと思い出して、今日ここ来るまでは何を言おうかなと思ったんですけど、うん、なんかここへ座ったらなんか、うん、で恥ずかしいなそれ、なんかいろいろ言うのもってちょっと思って。え、でもまあいつもほら思ったことを喋ってるラジオですから。まあそうなんですけど、中華屋さんで起こったことを喋るのと同じ感覚で、まあ、そうなんですけど、多分またこれが、ここで喋ったらネットニュースになり、うん、ないないはこんなこと言うてたみたいに、なんか乗っかってる、乗っかっていってるみたいで、あこっち側がどん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 。でも今俺喫煙所でスタッフと喋ってたで、ね、その話。そやねんけど、これがまた向こう戦略家やから、ここでまた喋ったらこれもしかして向こうの思うつもなんちゃうかと思ったり、なんかどうなんやろうなってちょっと思ってきて。思うつぼになってあげてもいいんじゃない、ざわついてるから。ざわついてる、まあね。でも我々はもう古い吉本の人間でありますから僕が思うに、なんかいろんな人にやっぱ可愛がってもらった方が、うん、まあテレビでね長いことやってきたじゃないですか、うん、我々やっぱそのお茶の間の皆さんにこう可愛がってもらった方がええっていうふうに思ってた、思っててやってきてる分があるので。基本そうやね、うまくからも楽しもう、そう楽しんで帰ってもらおうとか、うん、は基本ベースにあるよね。そうそうそう、だから、まあ、お茶の間の人、先輩も含め、うん、いろんな人に可愛がってもらうのが一番ええのかなっていう、我々はもう古い人間ですので、うん、そういうような考え方ですよね、うん、私たち的には。いや、そうそう、だからまあ、新しい、なんていうの、攻め方とか、うん、そういうのがもう分かりませんのでね、うん、だからあんまりむやみにこう乗っかっていくのもなと思って、うん、うん、だからスルーが一番いいのかなと思ったりそのこの後のマジラブとかに任してもええやろうし、霜降りにバトンタッチしてもいいかなって我々みたいな、もうそのまだ名指しされてる子らがどう何言うかもね。そうやねんな、やっぱり広がってはいくよ、やっぱり。そうそうそう、だからここで我々みたいなもんがあんまりこう口出すのもちょっとちゃうかなって思いませんか。なんかそう、うん、まあでもいいんじゃない、部外者の、部外者が思ったこと、うん、僕が 思ったのはそれだけ、いろんな人に可愛がってもらった方がええよっていうそこだけ俺はなんやろな、まあだからやっぱりなんでそんなこと言うんやろなんでそんなこと言うんやろ、うん、今更って言ったら今だからさ、うん、そうやね。でもやっぱりテレビ出てへんからちゃうかな、テレビ出たくてこの世界入ってきて、でやっぱすごい速さで売れたやん。まあまあそうねな、うん、いやそんなんもあってやっぱり、うん、テレビも見るやろしね。まあね、うん、でまた違うところで YouTube というところで、うん、ね、活躍してるから、うん、そもそもカジが YouTube やりますって、それこそ日本放送やんか。日本放送にカジが来て、うん、YouTube やりますんでゲストでって言って、何や YouTube ってお前。カジサック。カジサックか、うん。俺も行ったな。そう、ちょ、待てよお前って。そんなんちゃうやろって言ったんですよ。いやいや、でよ、そんなんって言うてもたんや。まあ、でもそのなんか何万人になりました、何万人になりましたっていうたんびに来てくれて、うん、よかったらその99万人の時とかに出てもらいたいんですけどって言って、あもう100万人とか行ったらそれはもうやっぱりいつかで出させてもらうよって言って、うん、ほんまに行ったから、うん、その時はもうカジにごめんなよって YouTube
なんかやるなって俺言ってもたよなって言って、カジにごめんなって言ったとこから始まってて、うん、その YouTube がこんなことになるとも思ってないから、うん、そんな人間じゃないですか我々は、うん、もうテレビで育ってきた、テレビに育てられたっていう思いもちょっとありますんでね、うん、だからなんせそういう風に思ったという、まあ可愛がってもうた方がええよって言うだけのことですね僕なんかが言えることは。あとはもうマジラブとかに任せますよ。いや、まあ、しますよ。マジラブプレッシャーやん。この後のね、ラジオ、それ聞きたい方は、この後のマジカルラブリー、ね、3時からのマジカルラブリーのオールナイトニッポン、ゼロを楽しみにしていただきたいな。まあ、でも、初めてじゃない?ね、ご本人が反応したでしょ?松本さんが。うん。ね。ほんまに二人でご飯とか食べてもいいよね。まあいいと思うし、やっぱり羨ましいんじゃない、やっぱ憧れがあるんじゃない。でもなんていうのかな、ああいう形の表現になっただけで、でも普通喋りたかったら、うん、なんかなんやろ、普通本人に言わへん、すいません、ちょっとお話したいことあるんですけど。そうそう。で、普通はね、言うやん。我々やったら、ちょっとお話あるんですけどとか、うん、ちょっとそのマネージャーさん通じて、ちょっと連絡先教えてほしいんですけどとか。うん。でもその距離感にもいないって、まあ、吉本も辞めてるし。そう、思ってるから、うん、遠いところか。だからやっぱり YouTube で、YouTube で、ラブコールしてるんですよ。ああ。ああいう形でしか。でも喋りたい、お話ししたいんですっていうことで、ええような気もするんですよ。うん。うん、ちょっとお話したいことありますで、だから、なんていうのかな。いろんな人おるからね。そうやねんけど。これは難しいねんけどな。でも僕は好きなんですよ、その吉本の。言うたら、ちょっとでも、その、年下でも早く入った人、兄さん、姉さんって言うし、敬語で喋るし、上の人に言われることは絶対やし、もう僕らの時なんかはもうその先輩とご飯とか行ったら、先輩のグラスと灰皿だけちゃんと見とけよって言われて、灰皿いっぱいないかって怒られることもあったし、まず先輩のグラスなくなってるやないか、お前って。減ったらもう、亡くなってきたら次何か飲まれますかとか聞けよっていう、うん、そういう教えられてきたのでね、うん、そういう縦のつながりっていうのが、あって、うん、そういうのがもう好きやから、うん、さんまさんとご飯食べた時もそういうイズムだけはちょっと僕は持っときたいんですっていう、うん、まあお前だけはなって言われたけどまあお前はなって言われたけどやっぱり今はもうほら、なんかなんていうのかな。関係性があるから。まあそうね。うん。うん。あるかに若い頃やと、やっぱり。ちょっとね、新しい感覚的な感じもあるじゃないですか。ちょっと合わしてくれるとこもある。さんまさんもそこまでこう、なんか降りてきてくれはるというか、うん、そういう部分もまああるじゃないですか。うん。うん、なので、そういうのがまあ好き。っていうのもあるんですよね。まだ古い体質ですよ。うん、それは。だから。でもまあ、あっちゃんもそんな若ないからな。まあね。言ってもな。だから最終手段やったんちゃう?もう最終手段ちゃう?これ。そうなのかな、うん、ケンタツやないの。だから実際あっちゃんと俺らな、まだ吉本の時。絡んでるし、うん、なんとなく人となりも知ってるやん。そうちゃんとしてるやん、うんうん、ちゃんとしてたやん、してたやん、うん、だからちゃんとしてるんやと思うね。何があったんやちゃんとしてたて、ご飯食べた時もちゃんとしてたて、ちゃんとしてんねあっちゃん、してるけど大吉君と二人でご飯食べてちょっとあっちゃん呼ぼうかって言って、うん、あれなんでもみあげとひげこつなげとんやあ聞こう言うて電話したら自転車で来てくれたね。何なんですか言うて、こんな時間に言うて、
自転車で来てるからお酒も飲めないじゃないですかって言いながら、なんかいろいろ話したことに、あ、ちゃんとしてんなと思ってたけど、うん、うん、何せい、せいや、文章だけやけど、せいやが怒ってんのおもろいな。面白いよね。まあ、だからそれも、だから、可愛いよね。なんやろ、乗っかって しまったというか、そのせいやが。じゃわからんで、ね、その、戦略にまんまと、せいやがガーッ食いついてきたのを、バーってこう、釣り上げられたのかも分からへんし、そこは分からへん、俺らでは。うん。うん、釣り上げられてもええと思うけど。まあええねんけど、うん、そういうことなのかな。何があったんやっていう。どうしたんやっていう。うん。うん、知ってるだけにね。うん。俺も喋りたいよっていうさ。いや、喋ったらええけど。連絡して喋る。どうしたんやって言いたいなっていう思いはありますけどもね。うん、まあでも。わからない。ちょっとずつこう時代が変わってきてるところも考えたんかもしれんしな。まあなあ、うん。そういうアプローチの仕方の方がええということなのかな。うん、だってやっぱこう SNS がな、もう当たり前になってきて、こう、ほら、わかりやすい、見方も出てくるやん。うん、そういうあっちゃんを支持する人らも出てくるし、うん、でもこうやってわーってなること自体が目的やったとするなら、うん、すごいやんか。実際我々もこうやってもう喋ってもてるし、うん、なんやかんやってスルーしましょうって言いながら喋ってもてるからね。スルーしましょうがもう喋ってることやからな。喋りたいんやろなって。いやー、まあもうこれぐらいで。サンクチュアリ面白かったっすよ。最高でした。あれみんなもうね、面白い面白いって言って、言うてて、ようやく遅ればせながら見たんですけど、うん、面白かったですわ。なんやろ、あれ、まあちょっと調べたら、なんかオーディションがあって、うん、で、オーディションが、なんか40キロぐらいなんか増量できる人みたいな。すげえな、それ。第一次オーディションで、そのなんか体重を増やせる人っていうのが第一条件でオーディションであって。期間限定でやる。そう。そこで受かった人が、次、何ヶ月間か相撲の、ほんまの稽古を、それすごい。すんねんて。で、見たら、ほんまに相撲やね。もうお芝居の息じゃないな。そう。だから、パッてこう当たってるのとかがすっごいリアルで、うわ、すごいなと思って。うん、で、また染谷くんとか、また、まあ、小さいねんけど、太ってんのよ、ちゃんと。すごいな。多分あれ、役作りで超えたんやと思うけど、うん、で、また、あんま言うとあかんのか、また怒られるのか、これ。あ、これから見るから、そう。これもスルーしようか。なんせすごかったわ。うん、だから、2みたいというか、うん、なんか、スラムダンク的やったり、ロッキー的やったり、ジャッキー映画やったりみたいな、なんかすっごい、なんかもうね、うわ、大好きっていう要素がもうガーッ入ってて、相撲とかあんま見たことがないんですけど、うん、実際に見に行ったこともないんですけど、ほんまちょっと見に行きたいなぁって、うん、生で見たやっぱ音とかもすごいらしいし、バチンと、うん、まだ野球、オリックスの試合も見に行ってないのに、今度相撲を見に行こうとしてる。さっき野球やろ、野球やわ。今日俊平太さんってこんな顔してんねや思って、うん、さっき球界でちょっとニュース見たら、俊平太ってこんな人やったんやなって、うん、そう、まだバファローズの試合も見に行ってないから、そのお相撲さんがどうや、相撲がどうやって言うてる場合ちゃうわ。まあ別にええねんけどな。相撲先見に行っても。まあいいねんけど、ちょっとまあだから、何やろ、すっごい面白かった。一気にダダダと見て、うん、うん、見てしまいましたわ。よかったら皆さんもちょっと見ていただきたいんですけど。うん、ネットフリックスでちょっと配信されてますんで、まあ、共有したいんですけどね、あんま言うとまたね、
岡村何言ってんねこいつみたいな、喋りすぎやぞってなっても困りますので、思わずこう言ってまいそうなんですけど、うん、すっごいなんかよくできてた、面白かったですよ。もう見たもの言われへんねんな、こと細こと細かくな。そうだからドラマとかでもみんな後から一気に見ますとか、あの見逃し配信とかやし、でも撮って全部最後終わってからダーッと見る人とかもいるから、 TVer とかね、そういうのであるから、あんまこれも言われへんのよ、あそこのあのシーンがとかいうのも、いや何言ってんねんこいつ今から見よう思ってんのにってなってまうから、あんま言われへんという。スポーツは言うよね、リアルタイムのものやから。まあ作品ってこう難しい、難しいよね。いや確かに難しい。でもその公開してもそうか、言われへん、言ったらあかん期間があんのか。そうそうそう、どこまでも言うたらあかんねん。でもうでもあのその後ネットフリックスやアマゾンプライムやフールやらでやるから、後にな、見てきて面白かったり終わったとしても、うん、まだ言われへんよね。一緒に見に行った人と喋らなあかんねや。そうやね、うん、だからありますよ。だからそのこの間もその歌謡祭でオフ会禁止やって言うて、何言うてんねんっていうね、批判のメールもたくさんありましたよ、うん、ええやないかと。そうそうそう、終わった後のその意見、こんなあそこ良かったな、あそこ、うん、もう一つやったなみたいなも含めてって、あの、うん、それはええと思うで俺。そうやねん、だからオフ会っていうものをちゃんと理解してくださいって言われましたというか、あのメールやハガキが来てました最終的にオフ会って何ですかって俺が言うてるんで、オフ会というものをちゃんと理解してくださいって、あのそうやな、お怒りの、メールやハガキも来ましたんでね。オフ会に偏見を持ってたんやろな。そうやね、うん、オフやけどみんなで行ったオンやんけっていうわけのわからん解釈してもてたんで。でも今年は声出しも解禁になってますから、皆さんも声出せるということで、そのなんかね、お話もだから、お友達ともしたいやろうなと思って、うん、はい、だからあのいいんじゃない、だから、うん、だから発表できる日が来ると思います、オフ会解禁っていう、うん、はい、まだ今禁止にはなってるんですがゆくゆく解禁になると思います、これオフ会まだ配達は飲み込めないっていう、土曜日やしな、そうなんですよ、土曜日開催予定やから。確かにちょっと、ね、ずっとオフ会禁止って言ってきてる手前、今さら解禁ですってこうすぐに言えないっていう、皆さんに怒られても、うん、終わった後2時間普通に飲めますからっていうのはその三浦さんの判断であって、時間的に帰る人は帰るかも、うん、ホテル帰って帰る人は帰るかも分からへんしね。まあそう、お泊りの人はもう時間を、ね、まあまあそうなんですよね、自由やから。でも一人で来てはる方とかも多いでしょうし、まあそういう人もまあ、一人ずつ来てはる人がね、仲良くなってっていうことはまあ、もしかしたらいいことかもわかりませんし、はい。ただ今配達は飲み込めないっていうとこだけ、いつかこう、三浦さんに肩を押してもらって、背中を押してもらって、オフ会も解禁していいんじゃないですかって言ってもらえたら、情報解禁としてね。オフ会、その、だから、自分らの、例えば歌謡祭見に来てくれて、はいはい、自分らのことを喋ってくれてるんでしょ、基本は。多分ね。最初はパッと、はい。すごく嬉しいことじゃないですか、それって。嬉しいことですよ。そう思うのみなんですけど、俺。いや、でもね、愛子が出てもらった時に、はいはい、愛子がこう、横浜アリーナ一周走った時に僕が歌った歌なんてみんな覚えてなかったんですよ、うんうんうん、で全員が愛子のファンになって、うんうん、愛子が横浜アリーナをこう一体にしてくれてすっごい良かったなって愛子やもんな思ったんですけど、うん、結果愛子のライブになってしまったというか、いやそら愛子がさーって持っていって、え岡村何歌ったっけってやっぱ
なった。それで悔しくて、このイヤモニとかも作りましたし、トロッコであそこ回りたいって言ったのも、愛子の、なんていうんですかね、パフォーマンスを見て、コール&レスポンスもそうですけども、ああいうのを見て、やりたいなって。岡村歌謡祭に来たのに、そう。みんな愛子。何歌った何歌ってたっけってなって、みんな覚えてないんですよ、僕の歌。何やったっけってなってしまって、そういう不思議な現象が起きたんですよ。なので全部が全部その僕らのこと喋ってくれてるかって言ったら、あの時は多分まあ陰でオフ会した人もいるんでしょうけど、あいこよかったねしか多分言ってないと思うんですよ。でそれは良くない？それで、まあ、それでもいいんですよ、そのいいんですけど、やっぱり嫉妬、あいこに嫉妬、あその時はほんま嫉妬すげえなと思って歌詞覚えてんのって言うたら当たり前じゃないですかってでも岡村歌謡祭に愛子が来てくれた、ね、来てくれたのよ。そうだから嬉しいやんか。嬉しいけど、うん、岡村歌謡祭の岡村が何歌ったか覚えてないっていうのがちょっとやっぱ恥ずかしかったというか、うん、あ消えてんなっていう、うん、そのやっぱり何時間かあった中で消えてる時間が多かったなっていう、あいつ仕事してたかっていう風になってもうてないかなと思って、だからその失敗を生かして次にどん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 こう、一周回りたいです、イヤモニ作りたいです、歌詞は極力覚えたいですっていう風になっていった、まあ成長なんですけどね。でもみんながみんなその我々の話してくれてるわけじゃないのかなと思って、でも多分、情報解禁になると思いますんで、オフ会も、まあ多分、解禁になると思いますんで、楽しみにしといてください。ちょっと僕の背中押してくださいね、本当に。いやいやいや、もう今決めた方がええよ、それは。あ、すでに押してくれてるんですか。もう押してる。ちょっともう一周待ってもらっていいですか。ちょっとすぐはちょっとね、飲み込めない。全然、ナインティナイン以外の話してくれて、全然結構です、大いに話してくださいと思いますけど、ね。ちょっとね、まだ、僕の口からはちょっと言えないということで。すいません。皆さん、もうちょっと、情報解禁まで待っていただけたらな、というふうに思います。ナインティナインのオールナイトニッポン、この番組は、クラッシエ、ワンカップ大関、日本外資、出光興産、高須クリニック、栗本鉄工所、ジーマ、以上各社の協賛で、東京、中楽、有楽町、日本放送、キーステーションに全国36局ネットでお送りします。はい、先週配信がスタートした、石崎ひゅーいさんの新曲です。忘れがたき。さあ、ここで再来週6月15日にお送りするスペシャルウィークのお知らせ。はい。スペシャルゲスト決まりました。お願いします。オリエンタルラジオのお二人です。聞こう聞こうじゃあ。来たら聞こう。と思ったんですが、やっぱここはあんまりかなと思いまして。いいよいいよ、タイムリーやん。いや、なんかややこしいのかなと思って。お声掛けもしませんでした。じゃあここで名前出したらあかんよね。そうなんですよ、嘘ついてもたというか、嘘ついたらあかんよ生放送で。いや前回ね藤森さんが来ていただいたんで、うん、と思ったんですけども、うん、もうこっちがもうビビってもて、声かけんのももう怖なってもて文句言われたらどうしよう思って、そう、もうこっちに、YouTube、でこっちにもう何なんすかって言われたらもう怖いな思って、シンガポールって何プラス 何番やったっけとかなって、もう無理やなってなりまして、うん、その代わりって言ったらなんですが、うん、代わりじゃない、代わりじゃない、ありがとうございますっていう、うん、よくぞ来ていただく運びとなりました、はい、モグライダーですありがとうございます、モグライダーです、ね、モグライダー来てくれます、 M1 グランプリのファイナリスト、はい、モグライダー芝君とともしげ君ですね、はい、はい、そんなにね頻繁にこうお会いすることはないですけど、そうですね、うん、でも僕は関西テレビさんの番組でちょっと喋ったことはあるんですけど、うんうん、なんかなんていうんですかね、ちょっと面白いんですよ、そのなんか、うん、いろんな伝説もなんか持ってるらしく、ほうほう、はい、これだから定かではないんですが、そのともしげさんとかちょっとやっぱり、うん、
あのいろんな伝説をお持ちで、うん、あの南原さんが狂言、うん、これだから定かではないんですよ、うん、同じ事務所の大先輩 の, あの南原さんが狂言やられた時に、うん、あのともしげさんが招待されてめちゃくちゃええ席であの見てたんですって、うん、で思いっきり爆睡してたんですまた寝てしまった、はい、ある意味怖いじゃないですか、こうこういうやり方も、うん、やり方というか、いや眠たかっただけほんまやったとしたらね、ほんまやったとしたらね、眠たかったんで、やっぱ歯食いしばって寝ないじゃないですか、そんな先輩の舞台わざわざ見に行ってど真ん中ではね爆睡って、いや、うん、それは本当かどうかは分かんないですよ、うん、分かんないですけども、まあ、これもあの芝君に聞いてみないと分からないですし、ともしげさんにも聞いてみないとちょっと分からないことなんですけども、まあ大物の予感もしますけどね、いやこれできるって、いやほんまですよね、これできんのは絶対寝ないですよ、だからご本人が行きたいって言ったのか、うん、それは分かんないですよ、南原さんがちょっとあの勉強のために見に来たらって言ってくれはったのかも分かんないですけど、うん、どっちかは分からないんですけども、うん、そういうこともあったと、あったとかないとかですよ、でもだから定かじゃない、ほんまかどうか、でも実話であってほしいなこんなこんな面白いエピソード、その時だから南原さんは何て言うたのか、ともしげ多分見えたと思うんですよ、南原さんもうあいつ寝てるやんっていうぐらいの席やったっていう噂ですから、うん、その時のこともまあちょっと聞いてみたいですし、うん、まあ面白いネタもねたくさん持ってはるでしょうし、うん、ちょっといろいろお話してみたいな、はい、というふうに思っております。さあということでモグライダーへの質問情報ね、いろいろ何でもいいので送ってください。宛先は指番号100-8439日本放送の89のオールナイトニッポンモグライダーの係まで、はい、メールの方は件名のところにモグライダーと入れた上で nn@allnightnippon.com nn@allnightnippon.com までお願いします。はい、メールです、はい、ラジオネームガロン、すでに有名なモグライダーともしげさんの伝説ですが、結婚指輪はアマゾンで購入したそうです。すげえ大物やで、言ってたかもな、ともしげさん大物です。面白いですよね、早いもんな、アマゾンで購入したら確実に届けてくれるし、でもそのサイズ感とかねすげえな、またあれかな、ちょっと変えてくれはんのかな、そのちょっと合わへんかった時とか、あーまあでもまあまあしてして、まあ聞いてるか、それなりに何号とか何かどれぐらいかっていうのは分かった、ただまさかアマゾンでとは奥様も思わないでしょう、まあでも気持ちはね、うん、もちろん入ってるでしょうし、うん、うん、まあ、そういうこともだからもしかしたらどこで買ったらええねやろっていうのも多分あったのかも分かりませんしね、奥様というかねパートナーの方が嬉しかったらもう別にいいんじゃないですか、それはね、うん、うん、とは思いますけどね、うん、ラジオネームナンプラ、岡村さん、ドラゴンボールエボリューションのネタバレ何回してきたと思ってるんですか、僕見てないのに最後だけ知ってますよ、これ続くやつやでと言いながら続編ないじゃないですか来てます。あれはだからね、ちょあんまりなんていうんですかね、ヒットしなかったというか、ヒットしなかったというか宣伝したつもりだったというか、なんかやっぱドラゴン、いやすごいやっぱりなんていうんですかね、あの漫画ですごい人気あるやつってやっぱ実写にした時やっぱりなかなか評価してもらわれへんっていうか、まあね、やっぱりね、イメージね、印象、うん、でもドラゴンボールエボリューションでやっぱ一番面白かったのは、まあ、舞台挨拶で田村恵里子さんがあのバーって日本語で喋った後最後にぜひドラゴンボールエボリューションってめちゃくちゃいい発音したんですよ、うん、それがやっぱマックスやったかなっていうぐらいの感じがしたんですよ本編入ってないけど舞台挨拶が舞台挨拶の田村恵里子さんの、もう向こうアメリカにね、行って、うん、あのハリウッド映画に出るということでアメリカ行ってはったから、うん、英語も勉強してはったんでしょう、思わずエボリューション、ドラゴンボール出た、ドラゴンボールエボリューションって言われて、うん、向こう行ってた、うん、出たよ、そこ自然に出たよ、うん、うわすげえと思って、もう俺の
頭の中でそこでエンドロールが出てしまった。すごいなっていう。早いなエンドロール出んのっていうこともありましたのでね、その説はすいません。そういうことで学んでいきましたから、いろいろと、ラジオネーム世界百秋。僕はまだ歌謡祭に一人でしか行ったことがないので、誰に言われるまでもなくオフ会なしで素直に直帰しています。けど帰りの電車で一緒になった明らかに歌謡祭帰りの方々とは勇気を出して喋りたいなぁと思ったことを正直に白状します。喋ることはいいんですけど、なんかオフ会やりませんかって言って、なんかその、SNS とかで誘うっていうのがね、こうむやみやたらに、ほんまにその人リスナーかどうかも分かれへんし、だから怖いでっていうところからやったんですね。オフ会ってあんまりなんかこう誘われてホイホイ行くのはあんま良くないんじゃないかっていうふうに思ったんでね、良かれと思って言ったんですけども、まさかこんなに逆に怒られるとは思ってなかったんで、良かれと思って気をつけてくださいねっていうつもりで言ってたんですけども、それね、友人と行く場合ね、もちろんそうですけども、そもそも、前の日というか、全然その始まる前からオフ会やりませんかっていう、それもなんか、ね、オフ会目的やないかって思うっていうこと？いや、なんかその、いいけど、会ったこともない人に、オフ会やりませんかって言って、あ、どうもっていうのって、行くのってちょっと危険かなと思ったんですよ。顔も見たことないのにっていう。それが今や当たり前なのかもわからないですけど、どうもって言って何のかもわかんないですけど、まだそういうのがどういう集まりなのかっていうのは分かってないので怖いですよって。まあよかれと思ったんですよ。老婆死んながら言ったことが逆に何ですか、今当たり前となって。いや、なんか、よからぬことがあった、礼をがあんねやったらわかるけど。いや、あると思いますよ、そら。聞いたの？そら、そういうのはむやみやたらに行かない方がいい。あ、そういう話が聞いたの？なんか、だから、みんな大人たちも最初の頃ね、あんまりこう、危なくないですかっていう、一応ね、注意と言いますか。それなりの心構えというか、そういうのはいるんじゃないかなと思ったんですけどね。まあいろいろね、やりとりして、どういう人かっていうのも分かってりゃいいんですけども、なんかオフ会やりませんかっていう、そういうタッチかな、ポップな感じかなと思って。オフ会やりましょうよって。ぜひ皆さん参加してくださいみたいな、そういうなんか、なんていうのかな。夜景の見えるガラス張りのところに。シャンパンがあって、そんなええとこで、いや分かれへんで、分かれへんけど、なんかそういうのもどうなんやろかってちょっと思って。まだオフ会の種類はいっぱい出てくるやろな。そうね、そうそうそう、そういうちょっと、なんか定義がないから、そうそうそう、まあでもこの子は喋りたいなと思っただけやからな。それはオフ会じゃないから別に。ただトークやから、ディスカッションというか。喋ってもないね。喋りたいなと思っただけを白状してきてるから、それはオフ会じゃないですから。見に行きはったんですかっていうお声掛けとかは別にいいとは思いますけどね。こんなんもあります。ラジオネーム大輝。あんたが言うからオフ会やらずに歯を食いしばって一人で家に帰ってたんや。素晴らしい。前は友達誘ってたんも途中で一人で行くようになったんや。いいことや。今さらオフ会解禁するかもとか言わんといてくれ。頼ます。オフ会禁止はこのままにしてください。はい。君は解禁になっても行くな。それぐらいの、気持ちでいてほしい、君には。僕は行きませんっていう、解禁になりましたけど、僕は行ってないですっていう、解禁になったとしても、そのメールをまた欲しい。行かへんかったぞ。お前が言うたやからっていう。なんこのルール。オフ会。で、まだ別れてるし、意見。オフ会。確かに俺が言うたから。オフ会禁止は、このまましといてください。歯食いしばって行かへんかってんから、これからも歯食いしばるべきやと思う。俺も行かへんかったぞって、胸張って、おい岡村と。俺行けへんかったぞ、解禁になっても。っていうメールが欲しいぐらいです。彼の。
じゃあ俺と喋ろうっていうね、ぐらいの気持ちですよ。彼には。僕はそういう風にね、あれしてしまいましたから。まあまあ、そうやってずっと言ってきましたんでね、今更っていう人もまあまあいるということですよ。突き詰めて言うと。いるやろな。まあまあそうですよね。まあ、やりたかったんやからね、把握しまって、把握しまって帰ってたっていうぐらい。そう、本心はな。うん。そう、本心はやりたい、ね。うん。でも多分今そういう便利なツールがあるわけじゃないですか、SNS とか。で、これでこうなんか楽しかったとか、あそこが良かったとか、多分 SNS でこうやり取りできる時代になってるわけでしょ。うん。うん、まあだからそこにぶつけてもいいわけですしね。うん。うん、まあそれはだから解禁になるかならないかちょっとわからないですし、まあなるんやろうなと思いますけども。うん、はい。だ彼なんかが、彼みたいな意見もあるという。まあ、ここまで頑張ったからっていう。そう。ここまで頑張ったからもう行きませんよ。ブレんなやみたいなことなんやろな。そう。まあ俺がブレたから、彼にはブレてほしくない。だから、解禁になっても行かなかったって、ブレなかったんですっていう。あの彼には本当に、解禁になったとしても行ってほしくないっていう思いもありますよね。私の中では。まあそうね。まあでも今後どうなるかちょっとわからないですけど。まあ、まあそう、まあ、まあ歌謡祭には、来てほしいよね。うん。そう。でも、オフ会の前に歌謡祭があんねやから。そう。しかも、その、なんていうのかな。今回は一緒に歌えるわけですから。声を出す。そう、声出して、わーって言えるわけですから、うん、すっごいそれは楽しめると、ストレスも発散になるでしょうし、本当にバカになってほしいなと思うんで。うん。うん、それぐらい、もうオフ会行かないでもいいぐらい楽しんでもらえるような歌謡祭にできたらいいなって。私たちは思っています。心から。ナイナイタイムライン。はい、読まれた方にはウィルソンを差し上げます。はい。はい。これかな。品川区、トラキッチン。カンヌ映画祭にて役所広司さんが日本人では19年ぶり2人目となる最優秀男優賞を受賞されました。役所さんは名前が読み上げられると驚いた表情を見せながらも壇上に上がって、私は賞が大好きです。でもこんな華々しいカンヌ映画祭でスピーチするのはあまり好きじゃないと話し、会場の笑いを誘っていました。もし岡村さんがカンヌ映画祭の壇上でスピーチするようなことがあれば、あの名スピーチを世界に届けてほしいと思いました。甚だ簡単ではございますが、嬉しいお言葉とさせていただきます。岡村隆史さん。何やってんやろな。カンヌ映画祭でこれ流れたらすごいよね。また伝説やわ。ほんまやな。これをどうやってその、伝わっていくかやよな。どうやってこう、その、訳されるのかっていうことやろうけど、まあ、少なからず、やっぱ役所さんとかも用意しはんねやろか。もし取った時用の。いや、まあ、そらそうじゃない？なんか前、情熱大陸かなんかで、映画監督さんやったかな。なんかが、もしかしたら賞を取るかもわからんって言って密着されてて、取った時用のスピーチを練習してはるやつとかも見たんや、昔。それ言われへんかったってみんな残念でしたねって、残念会みたいなところで披露してめちゃくちゃ受けてたの、そこで。本当はこれ、撮った時に言う予定やったんですけど、そこに残念会に来てる人の前でスピーチしてはって、うん、なんかそんなんもなんかすごい良かったんけどね。そもそも、だからアカデミー賞の時スピーチすると思ってなかったのよね。その花田簡単ではございますが、とこ。コキ。スタンバイしてなかった。なんか、奥の方でわーって、なんやろな。なんで、甚だ簡単ではございますが、という、うん、まあ、よくあるな、まとめ方って言うとあれやけど、よく使われる言葉や。そう。まあ、なんやろ、結婚式とか、ね。だから。そういうとこで。
その円卓にすごい人たちが座ってるわけですよ。ちゃんとした服着て。で、お客様もわーっていてて、うん、お客様とかも上品な人らばっかりなのよ。わかるよ。その時だからちゃんとした言葉使わなあかんと思って、出てきたのが甚だ簡単ではございますが。甚だ簡単ではございますが、嬉しいお言葉とさせていただきます。嬉しいお言葉。よかったでした。ね、これがだからほんまに何にも考えてなくて絞り出したのがこの言葉って。そうか、まあ聞いたことのある。そう、うん、ほんでその時もなんか奥で喋ってってたら進行の人が急いでくださいって言ってこっちこっちって言われて、え、俺かと思って、うん、でとにかく岡田さんこっちですって言ってバー連れて行かれた横に堤真一さんがいてあって、待ってあって、堤真一さんが、うん、堤真一さんと一緒に出ていかなあかんかって、これ。うん。堤さん、なんか、その、ほぼ初めて初対面ぐらいで、え、二人でここ歩くんや、みたいな。レッドカーペットみたいなとこ。そこでも舞い上がって思って、え、ここでなんか喋らなあかんのか。って思ったんだ。だから、まあ、緊張してんな。そう。緊張からやな。今までそんななんか、そういうなんか、スピーチするみたいなのもなかった。なんか壇上上がってインタビューされてありがとうございましたぐらいの感じやったのが、なんかスピーチになってたの、その時。で慌てたよな、そんな普通でええねん。まあ普段の自分の使う言葉で、ああ、そう、そ、大したこと言えないですけども、そうみたいな自然な方が多分しっくりきたんやろな。監督さん、すべてのスタッフさん、そして演者の皆さんに感謝します、ありがとうございました、で締めたらよかったんや。 それは甚だ簡単、甚だ簡単で言うからございますが嬉しいよ、背伸びしてんな。そう、自分で言うから今自分で言おうとしてると。でもこっちの方がおもろ、面白い。そう、当時のな、やっぱトーンやから。当時のトーン、そう、やっぱリアルな緊張感で出てるよ。少なからずああいう場で、その映画人というか、その俳優さんとか、皆さんやっぱり、こういうふうに挨拶するんだっていうのはもう分かってはるからね。俺なんかやっぱ場違いやから。うん。その場違い感がドカーン出た瞬間、爆発して溢れ出た瞬間。場違いだと思いますけども、ぐらいがあってん、言ってしまった方が合ってんねや、楽になれん。空気にガー押されるわけよ。ほんまに。マジで。すごい人らが座ってんの。そうそうたる。俺は分かれへんで、この有名な監督さんやとか、照明さんとかさ、うん、その業界ですごい人たちが、技術さんとか、すごい方々があそこにわーって、なんやな、座ってはるわけやん。でも堤さんも俺がわーって遅れていってんのにさ、すごいニコニコしながら、うん、接してくれはって、うん、まあ多分びっくり してはると思うけどね、うん、こいつ何のスピーチしてるの。甚だ簡単でございますが3回で終わってくる。嬉しいお言葉とさせていただきます。奇数で終わりアホって言われて、さんまさんに。だから後にさ、堤真一さんと映画決算中心ぐらいやらしてもらうことになんねんけど、うん、その時もほんまに堤さんがなんか不思議がってたもんね。よーいアクションって言われて、うん、第一声飛ぶね俺な、その緊張感で。不思議よね。そう、じゃあ本番行きますって、リハーサルとかは言えてんねんで、ちゃんと、うん、言えてるけど本番行きますってガチってなるから、じゃあ本番ってなるわけ。監督が本番で、助監督が本番、うん、よーい、アクション、カチンって、カチンコ打たれて、パンってなるやんか、うん。その瞬間に飛ぶねん。ノーアクション、ノーアクション。チーって、こう、チーっていう音だけが聞こえて、すいませんって言うわけやん、俺が。え、どうした？本番やのに。そう、本番や、どうしたってなって、うん、すいません、飛びましたって言うわけよ。ほんで、堤さんが、珍しいよね。いや、ほんま、珍しい。バーって、だいたい最初のセリフの一言目とかって、出るよ、ね。普通に出るも、のに、うん、最初が出えへんって、うん。通常バーって、セリフバーって言い出して途中で、あ、すいません、何でしたっけ、うん、ってのあるけど、岡村くんって最初が飛ぶんや。っ
って言われて。珍しい。すいませんって言って。もう、バーンなんねん。飲まれんのかな緊張感。いや、なんか、ちゃんとせなって思うようになってきて、昔の岸和田少年グレンタの時なんか何にも考えてないのよ。なんかその場で台本も覚えたらええわと思ったし、うん、何の緊張もしてなかった。まあ、あと周り芸人さん多かったから。そうそうそう。岸和田は。そうやね。そういう意味では楽やったよね。そう。だから、なんかこう年々違う現場行った時って、なんか迷惑かけたらあかん。あの、ちゃんとせなあかん。お笑いがこんなところでやらしてもうてんねんから、ちゃんとやらなあかんっていう思いがどんどん高まってきて、ちゃんとやろうと思えば思うほど、バチーンって飛んでいくっていうね。いや、でもドア頭飛ぶんは不思議やと思う。不思議やと思う。だから、堤さんが、岡村君あれや。ドア頭飛ぶんって。珍しいよね。長い間やってて初めて見たんやろな堤さんもそうそうそう何何何何何ああすいませんっていうのはもう多分いっぱい見てきはったけどよーいアクションすいません飛びましただってその直前まで出だし言うてるはずやん頭んで絶対言うてるよ何何何何っていう出だしので絶対覚えてるしそう覚えてんねん俺、うん、前日とかまでも完璧に覚えてんねん、うん、でも現場入って着替えてメイクしてリハやって本番ってなったらドーン飛ぶねんなもしかしたらそれで自分は楽になれんのかもしれない初めてそのすいませんって言って大恥かいてそっからちょっとリラックスできんのかもしれんそれともうこういう思いは絶対あかんねんけど誰か最初に NG 出してくれって思うね現場で、まあ、誰か一発目に NG 出してくれって、うん、ほんだらちょっと楽になるわ自分がそう自分が楽になるっていう俺が一発目の NG 出すの嫌やっていう、うん、誰か失敗せえって思うじゃ逆に周りを楽にさせてんねやわ一発目にしてくれてるからああ見せりはった岡村さんちって新人の俳優さんとか緊張してる俳優さんはそれでリラックスできてるかもしれん、うん、でもまあ嫌やろなカメラさんとか全部テストとか全部やってさ。いやというか、びっくりするんじゃん。覗いてはってさ、こう覗いてて。うん、えみたいな。おいって。まだもう一回やるわけかと。と頭から、うん。なんでやねんって思うわね。まあまあ、俺のその得意体質なのか、なんかわからんけど、ダーンって、アクションっていうのと共に飛んでいくっていう、不思議やね。何やろなぁ、ま、うん、わからん。俺の、そういう荒削りなとこやな。タイムライン続き、ラジオネーム100、世界100周、第60回ギャラクシー賞贈賞式が開かれ、放送批評懇談会60周年記念賞を受賞したタモリさんは、今、地上波っていうのは下り坂になっているみたいですが、まだまだやる余地があると思うので、今後もそれを見つけてやっていこうと思います。足跡を残したいと思います。と語りました。でこの足跡っていうのが、なんか間違いやったやろ？そう、司会者の方が、即席を足跡と読み間違えて、誤読したものに被せはったっていう。そう。素晴らしいなと思う。ね、言いたいことも、内容もね。伝えて。そうなのよね。まあ、やっぱ経験が全然ちゃうから、うん、やっぱその、いい友の後説の時とかも、こっちなんかもう一生懸命生きがって、この間、こんな面白い人と会ったんですよ、みたいな話するじゃないですか。うん、そのタモさんとか、バーって聞いてはるけど、あ、そういえばね、って言って、それをはるかに超えてくる面白い人と会ってはったりするんだよ。やっぱ経験が全然違うとか我々みたいなそのなんかもう二十何歳やったかないいともなんか出てる時にこんな人いましたよっていうのを言うたところで、うん、タモさんの経験からしたらもう全然違うもうはるかに面白いしこんな人いたよってそういえばって言ってパッて言わはんねん全然違うもん分厚さが二次それはもう、ね、幅がやっぱりありますよね。自分が50この2になってそのぐらいの分厚さ出てんのかって全然出てないから。うん、何やねんやろな、これと思う。長いことラジオもやらしてもうてて。
こんなもんですよ。であんなスピーチですよ。我が年下の芸人は誰か思ってるかもしれんやん。でもやっぱ岡村さんすげえなってそんな言われたことない。あ、ただ伊集院さんが、うん、この間ちょっとまたテレビ番組で話させてもらうことあったんですけど、うん、じきじきに伊集院さんから、うん、あれですよ、褒めていただきましたよ。長いこと、何やろ、忙しいのにちゃんとラジオやってるって言って、うん、褒めていただきましたよ。よかったやん。そうなんですよ。伊集院さんとかは、そういうふうに思って、伊集院さんがそういうふうに思ってくれてはんねやと思ったら、すっごい嬉しかったですよ。嬉しいやん。でも、お互いのラジオは僕も聞いてないんですよ、伊集院さんのラジオ。伊集院さんも、もちろん、ないないのラジオ聞いてませんと。うん、聞いてないけど褒めてくれてはんねん。これ。こんなありがたいことあります？いや、嬉しいやん。ねえ、ほんとに。うん。だから、ほんまにどうか聞いてみてん、いろいろその。いや、みたいなとこ。それはほら、そうやって、メディアで発言されたことでしょ？そう。誰も知らないとこで、言ってくれてる人いるかもしれない。まあそうね。そう。でもそういうのはなんか電波で言ってほしいよね。悪口とかじゃなくて。悪口は聞きたくないよ。うん、なんかそりゃそうや。やっぱりそれは嬉しいもんやもん。うん、そういう風に知らんとこで自分いないとこで褒められてるとか、うん、いい風に言われてるって、うん、嬉しいやんか。うん、でもやっぱ褒められてることで電波で言ってほしいなって思うし、うん、でもほんまでもその時おもろい歌詞できへんもんな。そうやねん。もう一回やっぱり褒められたら精一杯大体返すのでもう一回言ってとか、それもう一回言ってとか、うん、カメラさん今の撮れてましたとか、うん、聞きましたとかいうぐらいしか返されへんというね。うん、うん、でまあありがたいことですよ。うん、そうやってラジオについていろいろお話できたのが良かったなと思って、うん、なんかネタ帳みたいなの持ってはるんですかって。やっぱりなんとなく喋ることみたいなのは箇条書きで書いてるけど、それを使わんかった時が爆発した時やって、うん、そう、それ一個もここに書いてるお題で何も喋れずできた時が一番というかその面白い時や、ね、広がって。そうそうそう。話がね。って言うてはった。あ、やっぱみんなそうやってこうネタ帳とかもやっぱ持ってはんねんな。ようよう考えたら伊集院さんにそんな褒めてもらってるけど、長いことネタ帳なんかも持ってきてなかった。フリートーク何すんのって言われて、フリートークってフリーでしょって、よう噛みついてたな、って。なんちゅう。何言っとんねんって今思うけどな。それディレクターさんからしたらもう心配でしょうがないから、何喋んのって言って聞いてくれてはんのに、フリーやからフリーでしょうよ。それフリートークちゃいますやん、それ。ネタ喋ってるだけですやん、それ。フリーはフリートークですか。決まってませんとか言ってたんですよ、アホみたいに。悲しいですよね。俺は言ってないけど、なんか一緒に言ってたみたいになってるけど、俺はディレクターさんに一言も言ってないけど。俺は言ってました。何喋るの？最後の一言は？いや決まってないです。最後の一言？分からないですよ。フリーなんですか？っていうね。まあ東京の人に対しては多少あったかもね。うん、そういうちょっと。だからね、神田さんとお好み焼き屋で、うん、オラーってなったんですよ、ね。面白くないんだよ。お前のラジオ、お前たちのラジオ全然面白くないんだよ。オラーって鉄板の上。俺おったんかな、そこ。いたか。お好み、下北、うん、下北沢の殺人サワーのお店って言って連れて行かれて。ほんまに殺人サワー。そうか。やったから、ベロベロに酔っ払ってたんちゃうかな。俺なんじゃこらとは言わへんがな、神田さんに。ニコニコしてた。ニコニコしてた。ああ、多分そっち行くねんな、俺な。何言ってんのこいつとは思ってねえで。思ってるけど。なんでそんなこと言うんやろうって。俺も。おもろないとか。
面白くないんだよって言われた瞬間にも鉄板の上に乗ってたらしいよ。まあ酔っ払ってるけどね。あ、それで仲良くなったもんな結果。ああ、そやな結果な、うん、なんかこ う, そう言い合って仲良くなったから、うん、気づけば一緒にカレー作ってたもんな家で。ほら神田さんみじん切りうまいですねみたいな。これ YouTube のあっちゃんの話に戻るんちゃう。これ仲良くなっていくんじゃないか、いい着地するんじゃないか。そうやったらええねんけどね。まあ何回も言うけど可愛がってもった方がええねんと思いますけどね。まあ分からない、本人はどう嫌われるよりかはそれはいいよ、まあ、それね、いいですけども絶対、まあ、どうしたんだっていう、ね、気持ちしかないんですけれど、うん、コーナー行きましょう。悪い人の夢。さあ、まずはですねこちら、国分寺市の寝ても覚めてもダメ人間からいただきました。夢見ました。カスタマーセンターに電話している人がいました。ナビダイヤルにおつなぎします。クレジットカードの暗証番号の変更は1を、支払い方法の変更は2を、 YouTuber のことをチェンソーを振り回す人と思う方は3を、チャット GPT が未だ何かわからない方は4を、おしゃべり相手が欲しい方は赤い丸ボタンを、ダイアンの津田さんは数を押してください。数が選択されました。では渾身の数を P という発信音の後にお願いします。このナビダイヤルに接続します。あれもなんかあのなんやろ、この通話はなお、この通話は何十秒ごとに何円ペロ何ドルね言うて録音させていただいておりますとか、うん、いろいろなんか言いますけど、録音必ず言うね、もう最近絶対言うよね、一、うん、回はそこにかかんね。ほんでなんかあ改めてまたプルプルプルってなって、その、あの、なんていうの、オペレーターの方とつながるっていう。うん、でも、意外とつなが、この、そっち側にもつながらないですもんね。つながらない。時間を空けて、そう。っていう。このままお待ちになるか、タイミングやね、時間を、とか言うて、ちゃんと、うん、ちゃんとは何言ってるか忘れましたけど、そう。そんなこと言いますよね。あと、なんか、こう、あれおすすめされへん最近、メールなんか、ああお急ぎの方は、うんうん、ね、何円何テロ言うて、そうメールでの方をおすすめしますみたいなことも言われるから、もう電話かけたらあかんのかなってなってしまうよね。それもだからこっちはもうな、うん、もう正直その直で話した方が早いやんっていう。そうそうやね、チャットか。チャット、今はチャット。そうそうそう。チャットでのお問い合わせをお勧めします。みたいなね。しかも、その、タクシー読んでもせやもんね。もうチャットで。しかもその定型文みたいな。もう、今向かってますとか。その、なんか、着きましたみたいなのが来るけども。ほんならそこでチャットみたいなのが開いて、で定型文、今向かってますとか、あの、見当たりません。なんか何個か項目出てきて、それ入れ、あの向こうのドライバーさんにこう入れるっていう、なんかいろいろややこしい。そらなんかあれやなと思って、どんどん年いってきたらね、分からんようになるやろなと思って、うちのおとんおかんとか町内会でなんかその、なるよ、なんやな、なんかの件もだけど、それはなんかネットにつないでなんかやらなあかんやで、この年になってこんなん分かるかいって、お疲れ高橋って言われた。こんなもんな、年寄りにこんなもんパソコン開いてな、なんか入れろ言うて、そんなもんそんなんまでしてなんかいらんわ言うて、町内会の人にえらい怒ってたわ。やるわこれって言ってましたよ。まあそうやわな、何でもかんでもそうなったらややこしいっていう、ね、おじいちゃんおばあちゃん世代になるとさ、回覧板とかも必要なくなってくるもんね。あんなも回覧板今のところ分かれへんのじゃ、回覧板とか、うん、ないのかな、回覧板ないねん、回覧板なんて。回覧板持っていくのが楽しかったね、隣に回覧板ですって言ったら、ありがとうってえらい感謝されるし、あ今日隣の人はカレーやわとかな。そう。玄関開けて、分かったりすんねん。雨降ったら、雨でっせー言うて近所回んねんから。
あの洗濯物を取り込むから、ほら一瞬回った、高橋雨降ってきたら行ってこいって言って、雨でっせーって言ってあの一瞬回ん、ほんならもうわーっと近所の人が、うん、こうあの洗濯物入れる、まあ教えてくれる人いないでしょうね。そうそうそう、雨降ってきて、うん、そういう時代でした。我々の時代の古い人間ですの。すいない差し上げておきましょう。続きましては、品川トラキッチンからいただきました。言いました。磯野さんが歌謡祭に向けて指導していました。はい。今年の歌謡祭の日程が10月28日に決まったわけですけども、もちろん今年もグッズを売るわけで、それでは行きましょう。こんなグッズは嫌だ。売られてるグッズがアッコさんの番組の備品だ。これ嫌ですね。もうね、全部のグッズにですね、持ち出し現金って書かれてまして、全然。後日、アッコさんに売ってたことがバレてですね、おお、岡村、どういうことや、何が面白いんじゃって言われたりなんかしちゃったりなんかしましてですね。続きましてね、ペンライトの形がポコチンだ。これも嫌ですね。ライブ見ながらみんなブンブン振り回るんです。だんだん大きくなっちゃってですね、隣の人にバンバン当たり始めてですね、もう喧嘩になっちゃってですね、もう持ってるライト相手のお尻に刺したりしましてですね、なんだこれ、あ、気持ちいいってなってね、バカ野郎、また来週ちょっと磯野さんのね、動きも来週ぐらいから、そのグッズ屋さんとお話ししてきますみたいなことね、言ってはりました。面白いよね、磯野さんがたけしさんやってるの俺見てない方が楽しいのかもしれない、本物の磯野さんのたけしさんをこう想像で俺笑ってるから。磯野さんってやっぱ腹くぐった瞬間ってすごいですよ、ふわっていく感じのね、覚悟して、はい、それではですねもう、あ、腹くぐり合ってんなっていう、磯野さんのこのスイッチすごいなってちょっと思いましたからそういう人いるよね、はい、もしかしたら磯野さんが歌謡祭で浅草キッド歌うかもいいじゃないですか、ええ、歌カラオケ好きですし実はうまいね、うまいうまい、リハーサルの時にあれミスチル磯野さんってめちゃくちゃうまいですよ、ミスチルやったっけ、ミスチルな練習で俺と歌奇跡の星練習あそう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 やってくれて、俺磯野さんめっちゃうまい、うまかったよっていう、うん、もしかしたらその時も急にじゃあちょっと原口役やってくださいよって言ったら、ええー、って言いながら急にスイッチ入れたからね、うん、カンって歌える感じ、あ、すごいなと思った、ありじゃないですか浅草キッド。いや、わかんないですよ、あの時間的なものもありますしね、あのなかなか、アーティストさんが決まらないとかですね、あちょっとこう出れなくなったとか、うん、そういうことがありましたらもうお願いしますよ、サクサキッとかっこいいんじゃないですか、サスパーンとか当たってそこで、うん、いやかっこいいよ、あなたクジラーやん、うん、いやわかんないです、これわかんない、あくまでも一つの案として、うん、というかなんかあった時のためにっていうことですけれど、うん、はい、まあ、スイッチ次第だと思いますけれども。水難に差し上げておきましょう。続きましては、荒川区佐野ののたからいただきました。意味ました。2023年、ナイナイ歌謡祭の予告ナレーションが流れていました。会場横浜アリーナ開催日10月28日、皆さんお気づきだろうか、そう、この日は漫画家のゆで卵こと島田隆先生の誕生日でもあるのだ。ナイナイオールナイトファミリーである島田先生を祝うゆで卵祭りを裏テーマとした今回の歌謡祭、漫画家つながりの小玉初美先生もこっそり参戦、そしてゆで卵といえばあの男坂東英二が来る可能性もなきにしもあらず、ゆで卵と私という公演を始めそうなになるのを皆さんで止めてマジカルバナナで大盛り上がり、前に前にと出ようとする三木昴生の袖を坂東英二が強めに引っ張るもご愛嬌この祭りに、感化された磯野氏は、米に続くのはこれだと鼻息を荒くし、牛丼専用の丼をグッズとして発注、果たして完売になるか、そしてすっかりオリックスファンとなったバッファローマンこと岡村隆史がオープニングで毒を吐けないとポイズンを歌えば、狼好きのウルフマンことヤベッチンジュニアはキレのいいツッコミを入れまくる、そして主人公である筋肉マンこと武田真治の参戦はあるのか、初の土曜日開催、遠方より超人リスナーの参戦も大歓迎、10月28日、乞うご期待
シンジか。確かに嫌がっとったな、めちゃイケで夏筋肉マンで、あのなんかお面かぶせられてなんかやってたらな、うん、でもその可能性は、そうし、あれやゆで卵先生の島田さんの誕生日なんですか、10月28日。忘れもせえへんな、ブリーフ飲み会一回、うん、島田先生と一緒に飲んだんですけど、ブリーフ一丁で飲むっていう、はい、ブリーフ飲み会、ブリーフ4のはるか前ですよね、ブリーフ4ができるはるか前に先生と、ブリーフで、白いブリーフやったんちゃうかな、白ブリーフ履いて飲むっていう、もう覚えてはるかな先生、覚えてありますか、そんなことがあったんですよね昔。そう覚えてはんねやったらすごいありがたい話ですけど、うん、そういうことがあったんですけど、スリナーに差し上げておきましょう。続きましては宝塚市心の折れたエンジェルからいただきました。今見ました、ワールベストヒット USA を見ました。こんばんは、これ出だしで失敗したらもう全部のリズム狂うんですよ。もとい宝塚市心の折れたエンジェルからいただきました。夢見ました、ワールベストヒット USA を見ました。こんばんは、小林克也です。最新のヒットチャートを紹介するザ・ベストヒット USA、 今回はヘビーリスナーが選んだ矢部博之に歌謡祭で歌っていただいた一曲をベスト5紹介いたします。ナンバー5、ハウンドドッグフォルテシモ。矢部がカラオケでも歌うという楽曲が5位にランクイン。犬好きだからということで、おそらくハウンドドッグも好きなのだと思われます。ナンバー4、エマニュエル・ボーヤ、シティ・コネクション。矢部が初めて買ったレコード、洋楽なのか洋楽じゃないのかジャンル分けが難しい楽曲。そもそもなぜ矢部がこの1枚を最初に選んだのかは永遠の謎です。ナンバー3、知念里奈、ドゥドゥフォーミー。この番組の効果といっても過言ではないこの楽曲、過去に矢部は2006年の年越しスペシャルで無理やり喉を飛ばしながら歌ったことも。知念里奈が歌謡祭に出演しない場合は代理として歌うのもありかも。ナンバー2、シャラン Q、シングルベッド。過去この番組で歌い、一番ところどころうまかったとされる楽曲シングルベッド、しかしサビに向かうほどいつものワンオクターブが邪魔をする結果に。そしてナンバーワン、松浦綾、イエーイ、めっちゃホリデー。 However Stand By Me に次ぐ矢部の気持ち歌が堂々1位に。その聞いた時のイラッとする感情を横浜アリーナで共有したいとの声が多数。しかしペンライトを投げつけられる懸念があるのが最大のネックというところでしょうか。以上、矢部ひろきに歌わせたい名曲ベスト5でした。 See you next week Festival Vibe。 やべっちポーカーフェイス、小林克也でした。 See you next week。 かっちょい。そっか、ハウンドドッグも歌ったか。歌ってんねや。そっか、そう、なんかいろいろなんかちょこちょこ歌う、ことありましたよね。そう、喧嘩した後ぐらいですよね。前たちのラジオ面白くないんだよって言った後ぐらいから、なんかちょこちょこ曲ちょっと歌うみたいなね。そうやな。そうそうそう、ちょっと早く入ってなんか、あの曲を自分らで歌うっていうのがありましたですけどね。スリナーに差し上げておきましょう。続きましては宝塚市心の折れたエンジェルからいただきました。夢見ました、ジャネットが針に糸を通していました。あれ入らへんな、この前まではすんなり入ったけどな、よいしょ、入ったか、あ、入ってないな、入れようとした瞬間に先っちょが違う方向向いてしまうよな、先っちょちゃんと見つめてやな、これどうやか、入らへんな、この針ってちゃんと入ってんやろか、この穴に針が入るっていうのはとても思われへんねんけどな、先っちょペラペラって舐めて滑りも良くなったし、これで大丈夫かな、よいしょよいしょ、この入らへんな、今日もあかんか、まあそんな日もあるわな。何もあげません。今日は以上でございます。さあ、メール来てます。ラジオネームチューリヒ。磯野さんのスイッチを一気に切り替えられる能力はおそらく東大受験で身につけたものでしょう。今から皆さんに歌謡祭を楽しんでもらいますの開会宣言、楽しみにしています。あ、まあ、これはもう見たなるわな。
見たなるよ。そうやな。うん。いや、でも、そうね、そういうリスナーの声が大きくなってきたらもうしょうがないというかね。うん。磯野さん見たさにチケット買ってくれる人もいるかもわかんないんですから。うん。うん。何あるかわからないですよ。もうすごい、やっぱ評価高いよ。ラジオネームなこ。磯野さんの歌謡祭緊急参戦があるかもとのことですが、小西さんの本のサイン会に参加した自分の体感で言えば、浅草キッドを歌い上げることなどたやすいことだと思います、うん、私はあの磯野さんの武さんを忘れることができません。あの声での浅草キッド、涙腺が緩くなってきた30代に耐えきれる自信ありません。すごいですね。いや、磯野さんもだって 何してやったんでしたっけ、武さんで。たけしさんで7捨て。その7回やったらね、それはもうね、5回目ぐらいから完成度高なってくるよね。それはもう。やるたびに。たけしさんでしたもん。言っていいかなって。嘘っつって。そんな感じでしたよね、もうもはや。言っていいのみたいな。まだみたいな感じもありましたし。まあ、それはどうなるか、ちょっとまあ、お楽しみですけどもね。そればっかりは。ラジオネーム東北自動車道。もしオフ会が解禁されても僕は誰からもオフ会に誘われない気がします。友達のいないリスナーはオフ会が解禁されると寂しい思いをしてしまうので、オフ会は解禁しなくてもいいと思います。うん、こういう意見もやっぱりね、そのなんか、ね、あの一体感があって、なんかファッとこう、解散ってなるのがなんかいいかなってっていうふうに思ったりするんですけどね、なんか。あの時間みんなと共に、なんかね、一人で行くんですけど大丈夫でしょうかみたいなとこから始まったイベントでしたけども、やっぱその瞬間、あの時間だけみんなバーッとバカになってみんなでこう一体感になれるっていうのがまあええかな。もちろんお友達とね、来ていただくのも全然ありがたいことではあるんですけども。やっぱラジオってこう一人でこう深夜に聞いてきたっていう人から、多いと思うので、一人で来ても全然大丈夫ですよって言って、みんなその、みんな隣とかがもう、あのヘビーリスナーですし、いろいろ教えてくれることもあるでしょうから、その時間だけこう一緒に共有してもらえたらなっていう思いもちょっとあるんですけどもね、うん、うん、楽しんで帰ってくれたらと思ってますよ。ラジオネームレッコ。オフ会を解禁してほしいと願う人は何をしに歌謡祭に行くのか、もう一回ちゃんと考えた方がいいです。私たちは歌謡祭を楽しみに行くのです、うん、オフ会は二の次なのです、うん、まずは我々も歌謡祭本番をどう盛り上げるのかを考えるべきなのです。真っ先に終わった後のお店の予約なんてしている人は信じられません。花からね、もうサポーターやね。もうそのあれじゃないですか、お店とか予約してたらこう、あ、もう何時にお店行かなあかんわっていう、そっちが時計見てまうでしょ。このイベント何時までやねんとか。ちょっと押してんなとか。あれ、間に合おうかな。ちょっと、さっきお店に電話せなあかんなとか。そういうふうに思えへんかな。時間も高く決まってたとするならば。まあ、何時からちょっとお願いします。っていうね。お店予約してたとするならですけどね。してないと多分あれでしょうし、何人来るかもちょっとわからないですけどね、そこに。まあでもなんかこう誘われて、リスナーじゃないお友達も来たりね。そういうこともあるわけでしょ。うん、ああ、歌謡祭に。そう。ああ、そう。お客さんの中で。そうそう。もちろん。リスナーの方が聞いてない人連れてきて、お友達、このイベント面白かったなって思ってもらえることもあるかもわかりませんからね。全然あると思います、うん、それは。うん。まあね、演者で、西川貴教、これ何なんみたいな。うん。ポイズン歌ってるけど、なんだこれっていう。ね、去年ね、西川貴教、どういうイベントをこれは。何もそう。うん。っていうのもね、まあ、あったりもしますけど、演者自体がこれ何のイベントなんだって、戸惑う瞬間もね、あったりもしましたけど。うん。まあ、そういうね、こう、なんか、お客さんもいると思う、ね。そうですね、確かにね。うん。こんなんも来てます。ラジオネームムーラン。ナビダイヤルですが、〇〇に関するお問い合わせは1を、〇〇に関するお問い合わせは2を、その他のお問い合わせは3を、もう一度最初から確認され
った場合はシャープを押してください、うん、と言われますが、だいたい1と2が何だったかを忘れ、もう一回シャープを押して聞いたとき、結局自分は1、2、3のどれを押したらいいのかわからなくなってた時にポーッと叫びたくなります。もうだから今あのね、音声の途中でも押して大丈夫ですって言わはるもんね。だその瞬間に押す方がええのよね、もうほんまはこれやと思った時に、ほんま早い方が、そうそうそう、次々いけるから、ね、うん、あ、全部期間でもええようになってきてますからね最近は、うん、はい、だから自分の思った瞬間にも押した方がいいと思いますよ、うん、スピーカーにしといてね、うん、ナビダイヤルやるときってやっぱりちょっと困ってるときやから、ちょっと焦りもあるね、電話してる人ってみんな。確かに。そう。それもあると思います。もうってなるのね。気持ちはわかります。アプリとかで打ち込んでる最中もありますよね。全部もう一からやってくれみたいな。空振り三振。さあ。今日はバチッと決まりましたね、金田さん、新宮さん、まずはですね、福岡県のバネザードアップ紹介いただきました。迷ってる人が打席に立ちました。わあ、あの人荻野やったっけ。ストライク。いや、萩野かもしれん。ストライク。え、寺本全然違うやん。空振り三振。全然違う。萩野、荻野、寺本って。萩野、荻野はな、まあわかるわ。難しいですよね、漢字だけ、字面だけでやったらね、ウィルソン差し上げておきましょう。続きましては、大阪市黄色いパーカーからいただきました。 USB を刺そうとしている人が打席に入りました。入れへん。ストライク。ひっくり返しても入れへん。ストライク。タイプ C って何やねん。空振り三振。これな、優しくないよね、うん。いつ頃からかタイプ C とかいろいろあるけど、まあまあ、あのコンビニとかでも置いてあってちゃんと先見えるようにはしてくれてますけども、うん、なんか統一してくれた方がええのになって思うんですけどね。統一できないのかね、動き、あ、うん、その、あ、ぜもう全体タイプ C を軸にするということですか。もうそうしてくれたらええわ。そういうのがいいやろね。その統一してもうた方がええわ。もう、全然、はい。こう台形みたいになってるやつありません。うん、あれはタイプ何なんですか。よう見たら台形みたいになってる。さすとこ。マイクロ USB。ミニ USB。ああ。入らない時の嫌な感じ。ね、潰れちゃうかみたいな、鉄のっていうの嫌よね、あれ。なんか、うわ、ちょっと欠けてまうんちゃうかとかね。ひっくり返してもう入れへん、もっともっと最初のやつが入ってた方やんけみたいなね、うん。あと、あの ETC カード一回抜いたりするとなんかどっちやったっけってあれになりませんか。赤いランプついて裏表、そう、あ、どっち、前後ろ、そう、いろんなパターンあるから、うん、ちゃんとこうね、一応赤いボタンで青になればちゃんと入ってんやってなりますけども、まあ一回一発で決まれへんな。ウィルソン差し上げておきましょう。続きましては、岐阜県ともやぴからいただきました。試着室に入る人が打席に入りました。ワンサイズ大きいのありますか。ストライク。ワンサイズ大きめのありますか。ストライク。ワンサイズ大きめのありますか。空振り三振。最初から一番大きいやつにしとったらええのにな。また間違ったわ。ネットで T シャツ買うたんですよ。何を間違うの。XS でええかなぁ思って、うん、アメリカのやつやし、うん、XS 買おう思って来て、開けてきたらピチー。まあメーカーによるからな。そもそもぴったりフィット系の T シャツやったやんと思って、S 買っといたらよかった。これどこに、どこで着よう思って。フェミオになるやつやろ。そう、フェミオだから、あの2枚買おうかな思ってけど、まず1枚で買ってみよう思って、1枚で買って、まあまあよかったよ、もうウィンナーにするけど。
ウィルソン差し上げときましょう。続きましては国分寺氏、寝ても覚めてもダメ人間からいただきました。待ち合わせ時間に LINE している人が打席に入りました。予定より10分遅れるわ。ストライク。すまん、もうちょい遅れそうや。ストライク。ごめん、まだ家やね。空振り三振。これに近いことあるよな。こいつどんだけ遅れてくんねんみたいな。なんでこの時間やんって言うてんのに、前の日から、うん、30分以上遅れてくる人って、うん、なんやんねんや、なんやねん、ごめんちょっと遅れるみたいな。もう今だいたい出るやん、その時間とかな、うん、そこまで行く時間とか、そういうのに30分以上遅れてくるって、ちょっと遅れるわって、うん、なんかなと思って毎日遅れてもいい用事、いい人、うん、見てるやろな、それは。そんなに表重き置いてないのかなとかね、あ、ちょっと思ってまいりますよね、うん、まあ、残念ですけどね、そういう時は、うん、ウィルソン差し上げておきましょう。続きまして千葉県和平ミラーからいただきました。戦力外通告を受けた人が打席に入りました。トライアウトも終わったので連絡待ちますね。ストライク。あ、着信来ました。ストライク。元カノが結婚するそうです。空振り三振。あのトライアウトのね、戦システムなんですけど、あれもうちょっとなんとかならないですかね。何日間以内にあの連絡しますっていう。なんでなんて。だってね、しかも知らん番号からかかってくるわけでしょ。あれもうちょっと今の時代なんとかなれへんか、気が気やないやん、うん、ずーっとこう携帯置いてさ、うん、密着してると電話かかってきて、わーってこうカメラして、うん、どなたですか、いや全然関係ないですとかさ、あのなんかあそこだけすっごいなんかもうちょっとシステム上なんとかなれへんのかなと思うけど、うん、すぐかかってくる人はすぐかかってきてんやろね、もちろん。いや、まあ、そう。うちが欲しいっていう。だから、迷ってるからあんな長いことあんねやろうけど、何日間やったっけ？あれ、もっとキュッとできへんかなと。で、その場でなんかもう、結果出へんかなとか。あんな長いこと待たされてん、なんかもう、気が気やないと思うねんけど。あそこのシステムだけ、もうちょっとなんとか。でも、あそこのシステムなかったら、この戦力外通告、あんな番組もできへんってことやね。あれはちょっと、なあ、そう言ったらそうやな。ギリギリまでやってんのかな、うん。だからまあ、数名、全員が全員じゃないやろうけど、まあ、ほぼほぼ確定の選手は早いやろうけど、うん、そうそう、ギリギリまでやっぱり、何やったっけ、あの、バッティングピッチャーやったっけ、うん、バッティングピッチャーやったら、あの、いけるけど、みたいなね、連絡とかもあるし。うん、まあ、東山さんのナレーションもね、この後連絡を来ることがなかったっていうね、そうなんかと、確かにそう、あの番組が打撃受けるか、うん、何を心配してんやろねそう、あそこだけちょっとなんとかなってほしいな、ドキドキはできるけど ね、 ね、見てる人間は、はい、最後の方ウィルソン差し上げておきます。いない共通テスト。さあ、このコーナー、全国の受験生を応援するお部屋探しのエイブルの応援を受けまして展開しております。共通テストよりもある意味難しいと言われている試験、ないない共通テストに出そうなアホな問題とその答えを送ってくださいというコーナーでございます。はい。さあ、まずはですね、千葉県和平ミラーからいただきました問題。誰も言ったことがない正式名称は。パーマネントウェーブ。パーマって正式名パーマネントじゃなくてパーマネントウェーブなんや。ウェーブまでや。ウェーブもどこにも残ってないな。パーマネントは知ってたけど、パーマネントウェーブまでが正式名称なんか。いや、言わないよね。言わんねえ。すげえなこれ。知らなんだ。おまわりバッテリー差し上げておきましょう。続きましては杉並区ダラスマブスからいただきました問題。岡村隆史はオリックスファン。それでは矢部浩之は以前どこのファンとして雑誌に紹介された。阪神ファン。あ、2003年10月23日放送。
やって。まあ大阪出身でね。大阪やったらね、まあ、今一度はこう通るというか。まあ、自然に阪神やったよね。まあそうですよね。やっぱり大阪いたら。確かにそうなんですけど、うん、今となって私もこの恥ずかしながら、オリックスファンという。オリックス、阪神。セリーグ、パリーグ。ね。ちょっと面白いじゃないですか、どうなるか。阪神、好調ですしね。めちゃくちゃ、1位でしょ、今。ちょっとオリックスちょっと落ちましたけども。2位に落ちてますけども。まあまあ、もしかしたら当たることもあるでしょうか、ね。阪神とか、遠藤とかか。ココリコの遠藤とか。ああ、そうそう。千秋とか。千秋。ね。大、うん、大ファンや。そうね、うん。あそこはもうすごいからね。うん、お守り、差し上げておきましょう。続きましては、杉並区ダラスマブスからいただきました。問題。お前もうちょい早く動いてくれやと思うものは何？ETC のバー。まああれはね、もう決められてる速度でいかんとなんでしょうけど、あれも計算され尽くしたバーの開き方なんでしょうね。タイミング、あのスピード、開くスピード。全部計算されてんねやと思います。動き出したら早いからね。上がる速度は。ね。そうそうそう。そうそう、確かにね。ウィルソン。ステッカー差し上げておきましょう。続きましては、岩手県鈍化町からいただきました。問題。浜口京子さんは、真顔でボケる。面白いよな。そうよ。真顔よ。あ、ボケたんかなと思う時もあるし。うん、真面目に。ボケあったよなっていう時もあるし。うん、そうなのね、うん。面白いよね。うん、気づかんかったら流れるからね。そう、別に、そこで、なんか拾ってくださいよって言うのもないし、うん。そうそうそう。流れていくねんけど、それに対してなんか言うこともないし。そう。あそこちょっとなんか、流れましたね。とか言うこともないし、うん。あそこちょっとボケたんですよって、カメラ止まってから言うこともないし。そのまま、お疲れ様でしたって言って帰っていきはるな。素敵な人やなとは思いますけど。お守り差し上げておきましょう。続きましては、千葉県和平ミラーからいただきました。問題。良くも悪くもという表現を使うときは、64で悪いと思っている。まあそうかな。うん、そういう風にはなるんでしょうね。うん、まあ、ここまあ、時間ありますか？あ、ないか。少しありますか？これ全然、何でもない話なんですけど、うん、星野さんにちょっと、ちょっとごめんなさいって言って、ブラックのコーヒーちょっとお願いできるって言ったら、わかりましたって言って、ブラックねって言って、あ、わかりましたって言って、帰ってきて、両手でこうやって持ってきてくれたんですよ。うん、でも明らかに、甘そうな缶の色なんですよ。あ、う、れ、ん、ブラック、あ、ブラックです。って言って、うん。でもどう見ても甘そう。微糖でもないぞ、この色って思うぐらい。うん、でも、自信持ってブラックですって言うから。へ、うん、ってカチャッと開けたら確実にミルクも入ってる。うんうんうん、で、これ、ブラック、うん、ブラックです。ちょっと待って。怖いやろ。ちょっと待ってよ。もう、持ってきた瞬間にブラックちゃうやんっていう、もう甘そうなカンカンの色やねん。どうしたやろどうしたやろ僕はね、ほんで、ちょっとじゃあ、見てやって言って。で、見せたら、はい、すいません。ああ、よかった。あれ、すいませんっていうカンの色でもないわけ。うん。ほんで、いや、これ、ブラックじゃないよな、すいません。うん。でも、明らかに持ってきた時に、ブラックですって言って、置いたの。どうしたやろ分かれん。どうしたほんで、どうしたんこれ、飲んだ甘いな。やっぱブラックちゃうやんって言ったら、すいません。あんまり種類がなくて。うん。でも、他のやつは微糖やったんですよ。ああ。これ何にも書いてないので、かけで一か八かブラックやと思って、
押しましたって言って。でもどう考えても、微糖の色でもないねん。どっちも絶対、微糖でもないねん。もう両方入ってんねん。かけか。うん。確かにその、微糖も書いてないし、うん、ブラックとも書いてないし、W!、うん、みたいな書いてあって、なんかブレンドみたいな書いてあったけど、なんであれを自信持ってブラックですって言って。コーヒー飲まへんのか、大将。いや、飲まへんことないと思うよ。種類なくて、三つあった中の一か八かブラックかなと思って買ったら、どっちも入ってましたね。言うて。ブラックは他に売ってたんや、じゃあ。いや、ブラックがなかった。なかったんや。微糖、微糖。ああ。微糖、微糖、両方入ってるってやつの。ああ、なるほど。両方のやつ。真逆を選んだよね。うん。もうすっごい、すごかったよ、こうやって。持ってきてくれて。両手でバーって持って。ブラックですって言って。一か八かも面白いな。そう、ほんでもう小銭がいっぱいあったから、うん、50円玉と、で、うん、10円玉と、うん、で、渡して。で、もし、もうちょっと高いやつやったらあかんと思うから、100円玉渡して。うん。うん、100円でしたって言ったら、よかったと思って、小銭減ったと思ったら、100円玉入れてるから。うん、50円と10円玉全部買ってきて。うん、100円入れるな。うん一回でそんなんな、うん。で、建て替えてた、新幹線代をお返ししますって言って、あ、ありがとうって言って、うん、この1000円お持ちですか、あ、1000円あるよって言って、うん、で、1000円パーッと渡したら、なんか、小銭、また、1000円、なんぼやったっけ ?10 円玉山ほど返ってきたよな。10円玉で10枚返ってきて、さっきまた、また小銭ごっつ買ってきたんですって言ってで小銭パッて入れたらもうパンパンになるぐらいなってはい、すっごいあの星野さん頑張ってくれてますありがとうございますいい話です本当にいい話かな素敵な話でございました今日は以上ですね以上でございますはい最後の方はモバイルバッテリー差し上げておきますはい郵便番号100の8439日放送、ナイティナイのオールナイトニッポン、ナイナイ共通テストの係まで。メールは nn@allnightnippon.com、nn@allnightnippon.com、懸命に共通テストと書いてください。はい、コーナーで読まれた方には、オリジナルノベルティグッズ、ステッカーを守り、モバイルバッテリーのうち一つ差し上げます。はい、一曲、ジ・アルフィーで、鋼の騎士Q。ナインティナインのオールナイトニッポン。この番組ではあなたからの各コーナーへのお便りをお待ちしています。はがきは郵便番号 100-8439 日本放送ナインティナインのオールナイトニッポンそれぞれの係まで。たくさんはがき送ってください。メールは nn@allnightnippon.com、nn@allnightnippon.com。メールの場合は1通につき1ネタで。懸命にコーナー名を書いていただけると助かりますメールもたくさん送ってくださいなお点取り占いのみはがきだけの受付となりますお願いしますナインティナインのオールナイトニッポンスペシャルウィークのゲストは天才芝と天然ともしげモグライダー出川哲朗三四郎に引き続き魔石芸能者第3の資格がナインティナインのオールナイトニッポンに初降臨ナインティナインのオールナイトニッポン放送は6月15日木曜深夜1時から NASA が組織した UFO 研究会、うん、多くの UFO は説明がつく、うん、ナインティナインのオールナイトニッポンそうなんこれほんまに知りたいナインティナインのオールナイトニッポンこの番組はガチャガチャの森全国赤帽連合会エイブル、AK レーシング、ライオンケミカル、ワンカップ大関、高須クリニック、ブルボン、日清機構。以上、各社の協賛で東京中田区有楽町日本放送をキーステーションに全国36局ネットでお送りしました。はい。点取り採用者、岩手県ペンネームドンカマチョ、杉並区ペンネームダラスマブス、松戸市ペンネームトッティ、群馬県ペンネーム虎の子、4名の方々におカードを差し上げます。今夜の放送は Spotify のポッドキャストで無料でいつでも聞き直すことができます。なお、Spotify では本日の放送分だけではなく、過去の放送アーカイブも独占配信されていますので、聞きたい方は Spotify のアプリをダウンロードして、ぜひチェックしてみてください。はい。
はい。いやー、これ磯野さんが歌ってると思うとちょっとね、渋いですね。いいですよね、うん。めちゃめちゃいいじゃないですか。じゃあメール、ラジオネーム、ポリ。ミスを素直に認められないマネージャーに育ったのは岡村さん、あなたではないでしょうか。これまでお弁当を勝手に食べることを許してきたのよ。今回も許してくれる。もしくは騙されて飲むだろうと思ったんです。岡村さん、傷つかないでください。あなたは舐められてます。いや、三つあってさ、微糖、微糖。微糖、え？レギュラーっていうか、まあ、普通のコーヒーやね。ありありのコーヒーやね。三つある中で。大体、ブラックって言ったら黒いしな、黒いね。もう、すっごいカラフル。持ってきたし、え、ブラックちゃうやろって、俺は思ったんやけどね。でももう、そーっと両手でちゃんとさ、持ってくれてるし。いや、きっちりしてんのよ。あのカップ麺とかもさ、きっちり測って、ちゃんとアラームパパってやって、どうぞって言って。星野さん。あれっていう、俺がちょっと上げる。まだ10秒ください。10秒くださいって言われて、ちゃんと3分測って、どうぞ。ちゃんとしてる、ね。ちゃんとしてね。ちゃんとしてる。ちゃんとしてるけど、その時、ないやん、ブラックって。そこ、多分そこに、あったから、自動販売機って言って、うん、ちょっと申し訳ない。ちょっとブラックお願いって言ったね。うん。まあ、聞いたら、種類があんまなくて。うん。一か八かブラックかなと思ったっていう中の一番カラフル。